過酸化水素水です。普段 DJ として、そして橋本商事の社長として活動させていただいております。本日は私のサングラス&メガネコレクションを公開しようと思います。ちなみに私はカラコンもメガネもこんなにたくさん持っていますが、視力はめちゃくちゃいいです。後半楽しみにしていてください。さあ、これはサンキューマートで購入したメガネなんですけど、後に100円均一で売っててすごくショックを受けました。これはだいたいすっぴんをごまかそうとする時用ですかね丸メガネが結構好きで、丸メガネばっかり気がついたら集めていました。なのでここからちょっとだけ丸メガネを紹介しようと思います。一番最初の動画で皆さんからたくさんコメントをいただいていたバラのメガネです。ここにローズって入ってるんですけど、見ればわかるよみたいな感じに、こうバラのツタがフレームになっていて、変形フレームになっていて、なおかつ丸メガネという私のドツボをついてくれたメガネです。すごく可愛いんですけど、どこで買ったんですかって言われるんですけど、これは教えられません。これも丸メガネなんですけど、こっちのメガネと違うのはこのフレームがないとこと大きさが違うところです。なんで、こっちもこっちも同じじゃんみたいな感じに思う方もいらっしゃると思いますし、私も実際お母さんに言われたんですけど、私としてはちゃんと理由がありまして、当時ちょうど闇金牛島くんを見ていまして、その時に牛島社長みたいなメガネ欲しいと思ったら、これがウィーゴーにまさか売っていました。なのでこれはウィーゴーさんで買いました。このゴールドのリムのところがすごく好きです。これも一応丸メガネです。結構イベントに行く時とか、外のイベントの時とかにつけてる確率が高いです。サングラスにもなるし、だってメガネにもなるし、で結構お気に入りなんですけど、いかんせんここの幅が狭くてちょっと耳が痛くなるんですけど、結構お気に入りでつけてます。サンキューマートで390円でした。こちらのサングラスは私が一番気に入っているサングラスで、結構いろんなところ遊びに行くときにつけて行ったりします。ドライブだとか、普通にその辺に歩いていくときとか、あと普段使いに使っています。結構これで覚えてくださってる方もいて、結構大事にしてたんですけど、一度なくしたと思って、なくしたというか紛失したと思って、もういても立ってもいられず、同じものではないですけど色違いを買ってしまいました。どう違うのかというと、こちらが若干グリーンで、こっちが若干ブルーです。すごくお気に入りなので、ダブルでかけても好きです。これは結構カッコつける時用のメガネです。一度美容室さんでなくしたことがあったんですけど、私は完全になくしたと思って、なくした率高いんですけどなくしたと思ってもう一つ買ってしまいました。そしたら丁寧な美容師さんが、カサンカさん忘れてるよって言って、わざわざ届けてくれました。マジでありがとうございます。結構 DJ する時とかにもこのメガネつけてたりします。透明、全部透明で、なおかつここにポイントでキラキラが入ってるのがすごく好きです。一回自分の中でクリアフレームが大流行した時があったので、その時に買いました。どこで買ったかは忘れました。これは最近買ったメガネです。結構この変形系が好きなので、もう一目惚れで買ったんですけど、このクリアとゴールドの組み合わせがすごく好きで、これもクリアとゴールドなんですけど、たまらんです。でこの謎の
台形ひし形みたいな、なんかこう2枚重なってるこの不思議なレンズがすごく私好みでしたけど、かけてみたらあんまり似合ってなかったので、あのここぞという時な何かに合わせれたらなと思っています。まだ暗中模索中です。どうですか、だいぶパリピなメガネだと、メガネじゃないサングラスだと思いませんか。これはこれをなくした時にパニクって一緒に買ったものです。形がちょっと似てるのでハートもいいかなみたいな、ちょっと調子乗って買ってしまいました。ちなみにこれゴールドを注文したのにシルバーが届いて、まあいいかなと思ってこのままで たまに使ってます。ほんとたまにです。ただこのグラデーションがすごい好きなので、なんだろう、こう色眼鏡みたいな感じで使ってます。今までたくさんのサングラスとかを選んできたんですけど、私が一番衝撃的で衝動買いしたサングラスがありまして、それがこちらのサングラスでございます。いかにもプリントしましたよっていう感じの星がサイドについていて、このサーモンピンクのようなカラーと塗りが甘いところがすごくガタガタで、これは原宿の今はなき文化屋雑貨店で買ったんですけど、180円で売ってて、すごくこのダサかっこいいところが気に入ってます。その時一緒にいた友達に、絶対私はこれが似合うからって言って、いやそれはやめときなよって止められたんですけど、いやかける、今からやるから見てろよって言ってかけたらめちゃくちゃ似合うっていう、もうそれは買うしかないって自分で言い聞かせて買いました。結構これは型が顔にフィットするのでお気に入りです。次のメガネはエヴァンゲリオンの巻波マリイラストリアスの公式のメガネです。このメガネは昔から欲しかったというか、公式のショップで買ったんですけど、本当にマリが好きすぎて、巻波マリイラストリアスの、コスチューム、別にコスプレをするわけではないんですけど、あのもうマリが好きすぎて、あーマリー、マリと一体化したいよ、マリー、俺はマリと一体化したいんだよっていう気持ちが有り余って、このメガネを買いました。すごくつけにくい、普段使いしにくいかなって思ってたんですけど、そんなことはなかったです。日常的に使ってますよマリニャン。このメガネ最高です。次のモデルは東方プロジェクトの東方メガネさんによる霧雨マリサモデルです。マリサが持ってる八角形をイメージした八角形のレンズになってます。ダブルマスタースパークです。これはツヤありとツヤなしがあったんですけど、第東方メガネのプロジェクトの第1弾で発売されたモデルです。今でも再販されてるんですけど、初期のモデルにはナンバーが入っていて、でなおかつ書き下ろしのメガネ拭きがついております。で私はこのツヤ消しバージョンにしたんですけど、すごく普段使いしやすくて、ブルーライトカット、カット加工がされていて、何かとこうつけていく機会が多いです。普段使いしやすいです。こちらはジャンポール・ゴルチェさんのメガネでございます。このメガネとの出会いがすごい面白くて、埼玉にあるよくわからない古着屋に遊びに行った時に、そのワゴンの中にこのジャンポール・ゴルチェのメガネが捨てられているような感じにこう埋まっていて、値札がついてなかったので、これおいくらですかと聞いたら、あ、1000円でいいよって言われて1000円で買いました。結構シンプルな型なんですけど、主張しない感じのこのゴールドと、あとナチュラルにかかったこのブラウンがすごく個人的に好きです。なのでなんだろう、やっぱりゴルチェさんのこだわりが詰まったメガネだなと思います。前の持ち主さんは知らないですけど、でもこの主張しない感じが好きなので、いつ頃からだろう、結
構ずっとかけてます。 DJ 始めた時とかもかけてたし、結構いろんな人にどこで買ったのって聞かれるんですけど、あの古着屋で1000円で買いましたって言って、でジャンポール・ゴルチェさんですって言っても、ジャンポール・ゴルチェさんを知ってる人あまりいないので、あのあーはいって言って流されて大体終わります。でもこれが一番好きです。まずこのサングラスはパンティ&ストッキング with ガーターベルトの、ストッキングちゃんモデルになります。当時、これはクロエのサングラスが流行っていたので、クロエのサングラスをカートゥーン風にしたモデルだと思います。ちゃんと公式のサングラスなんですけど、ここにヘブンコインのマークとパンティ&ストッキング with ガーターベルトっていうのロゴが入ってるのがポイントです。ちなみにこれは元カレからもらいました。元カレありがとう。お次はこちらもパンティ&ストッキング with ガーターベルトのパンティモデルになります。ここに天使のロゴが入ってるのがお気に入りです。ストッキングモデルよりもパンティモデルの方が普段使いしやすくて、なおかつクリアに見えるので、いいです。すごくいいです。ちなみにこれも元彼からもらいました。元彼ありがとう。続きましてこちらも東方メガネでフランドールスカーレットモデルです。こちらのメガネはすごく変形している、よく見ると変形しているモデルで、ちょっと突起していてフランちゃんの羽をイメージしています。ここのリムの部分も横から見ると何でもないんですけど、ひっくり返すとキラキラがついていて、すごくこのキラキラはフランちゃんの羽をイメージしているんですけど、分かる人にしか分かんない感があって、なおかつアンダーリムというすごく私好みの仕様です。出た時にすぐ買いました。もうすぐです。すぐもうあの出ましたよ、はい買いますみたいな感じで買いました。例えば売ってるところはアニメガネさん、秋葉原のアニメガネさんで、こちらのモデルもこちらのモデルも売ってるはずです。ぜひ東方好きな方、東方メガネ欲しい方お立ち寄りください。こちらも東方プロジェクトの東方メガネ蓬莱山かぐやモデルです。これは素材が竹バンブーでできています。普通の竹のメガネというのはすごく高いんですけど、普通6万ぐらいとかするんですけど、こちらなんと3万円ぐらいで買えました。しかもアンダーリム、しかもこれを即購入したんですよ。バンブーでアンダーリムってなかなかないので即購入したんですけど、あの周りからの反応がもうなんか芸人みたいみたいな感じですごい言われて、芸人みたいかって、でもかけ続けてたらきっと皆さん目が慣れてくるだろうなと思ってたら、皆さん慣れてくれましたね。ということでこのメガネもすごくお気に入りです。これもブルーライト加工がされているんですけども、これはもう再生産が難しいモデルらしいので、もうあんま売ってない、再販しないみたいな感じらしいです。こちらのサングラスは私のお友達がビートマニアのイベントビートネーションに行って買ってきてくれたサングラスです。すごくお気に入りです。サウンドボルテックスの文字がここに表示される LED で表示される仕様になっているんですけど、これ充電して何回でも使えるんですよ。すごく前が見えないんです。すごく前が見えないんですけど、友達がお土産で買ってきてくれて、私もサウンドボルテックスすごくハマっているので嬉しかったです。すごくかっこいいんですけど、前が見えないことだけが難点です。それ以外はもう花丸です。どうだったでしょうか、過酸化水素水のメガネコレクション。皆さんもぜひアイウェアを楽しんで、ファッションと一緒にアイウェアを楽しんでみてください。私はツイッターやってて、あと本州最北端で DJ やらせていただいております。なのでよかったらツイッターの
概要欄からツイッターに遊びに来てください。そして私の私生活を覗きに来てください。あとチャンネル登録、かわいいパティンさんのチャンネル登録を忘れずに、あとベルのマークをクリックしておくと通知が来るのですごくいいですよ。ここに出ているメガネを使ったコーディネートも公開されていますし、これからもたくさんこのアイウェアたちが登場すると思いますので、ぜひチャンネル登録をして楽しみにしていてください。最後にいきますよ、加算かじゃんけん、じゃんけんほい、チョキです。引き出しの中にカントリーマーム入れといたよ。